県の浪川公園駐車場という場所になります。河川敷がすべてちょっと今暗いですけど無料のキャンプ場になっています。ちょうどあそこに車1台止まってますけど、そこの方も今来てなんかテント張ってる感じなんでキャンプで今日泊まるんだと思います。川のせせらぎの音がいいですね。そこはね車通ってる橋もあるんで、ちょっとあんま橋に近づきすぎるとちょっと音もすると思うんで、離れたこんぐらいの場所で今日は宿泊しようと思います。おはようございます。今朝はね工事の音で目が覚めたんですけど、まあ、工事はしゃあないとして、ちょっと夜がね夜中の2時か3時ぐらいにですねドリフトしまくったりクラクション鳴らしたり、こちらのねその丘を登るっていう遊びをしてる人たちがいて、いやなかなかでしたねやっぱりね無料スポットなんで、まあいろんな人が来るというところがね、まあ無料車中泊スポットのね、まあ、全国的にどこ行っても、まあ、デメリットにはなるんですけど、まあ、そういうこともあるというのが想定外が起こるのが旅ですから、そんなことも夜中ありました。こちらにね流れている川がですね仁淀川というそうです。いやもう競馬ファンからしたらもう淀なのか仁川なのかどっちなんだいって突っ込みたくなるような、京都競馬場と阪神競馬場のね最寄り駅の名前が合体したような川なので、いやもうそれだけでね競馬ファンはちょっと興奮しちゃうんですけど、川の今日はちょっと上流の方まで行ってみようかなと思います。いや仁淀川ブルーというらしくてですね、上流の方が透き通るようなブルー非常に綺麗みたいなので、いやそれをねちょっと巡る旅を今日はしてみたいと思います。こちら仁淀川の名物名古屋チンカワウシ、あーすげえ。地元の人は普通にスイスイ走ってます。川の色が少しずつなんかクリアな感じになってきましたね。雨降ってきちゃったんですけど、もうちょい北の方も行ってみたいと思います。こちら水辺の駅愛の里仁淀川というところになります。まあ、ほんまにね道の駅みたいな感じで、なので仁淀川に来たらですね道の駅ではなく水辺の駅と検索して車中泊スポット探すと良さそうですね。今日のね朝ごはん食べていこうと思います。全部ねこちら道の駅水の駅かで買ってきたものになります。まずは寿司盛り合わせ、アメゴの塩焼き、焼いて食べることができるみたいなんで、いい餅というよもぎが入ったお餅だそうで、いやこれね今もう出来たて熱々です。こちらもね1個150円でした。ちょっとねじゃあ温かいうちにこちらからいただいてみようと思います。いただきます。よもぎとあんこのお餅ですね。いやもう今日雨でね寒いんでめちゃくちゃ温かいものが染みます。アメゴの塩焼き完成しました。かなりいい香りがするんですけど、香りだけはあの YouTube でお届けできませんから。いやザ・カルシウムって感じこれは骨強くなりそうだ骨折しなそうこれ食べてたら毎日、うん、カルシウム。お寿司もなんかこんにゃくとか入ってるんでなんか健康的っぽいですよね。すごいこれ川？川の色ちゃうで。いや素晴らしい。これは見に来てよかったですね。なんか雨は雨で趣深いです。先ほど道の駅で買ってきたこちらの金柑、こちらをね使って金柑油っていうのをねちょっと作ろうかなと。カットして、溶かしてでお湯にしてちょっと温まりたいかなと思います。
ちらね、ほんまガスコンロそのまんま行きたかったんですけど、これがね、そう、乗っからないと、コンパクトバーベキューコンロ、コーナンで買ったね、夏に大活躍したコンロ、これを間に挟むことによって、直接乗せる作戦で行こうと思います。ケイちゃんはね、もうアイデアとの戦いなんで、これでしのぎます。こちらのね、跳ね上げ式の窓の場合は雨をね防げるっていうのがこういう時大きいですね。こちらはね普通の横窓なので、風があるとね雨が入ってきちゃうんですけど、狭い駐車場とかだと隣の車にぶつかってしまうっていうデメリットがあって、3つあるので結構開け閉めがね面倒くさいっていうのもあるんですけど、雨の日は大活躍です。色は変わってきたんで、ちょっと試しに飲んでみたいと思います。うまっ、うまっ、おいしい。なにこれ、衝撃を超える美味しさだったので、もう今からねこれ全部使って大量生産します。生姜と蜂蜜も車に積んであったので、これをね味変に使えばさらにスパイスの効いた美味しい金柑油になるんじゃないかと思いますんでね。すげえ量だな、大丈夫か。ラーメン用にダイソーで買ってきた200円の折りたたみシリコンザルです。いや、もやし以外でね使う日が来るとは思えなかったですけど、これを押し込むだけで、はい、こんな感じで結構大きくなるんで、収納もね便利なんでこれ重宝してます。このまんま食べても美味しいそうなんで、ちょっとせっかくなら1個食べてみたい。うまっ、うまっ、うまっ、うん、こんだけの量があって、いや200円ですからね。でさらに美味しく金柑油にしていきますよ。ヘタを取っていく作業がちょっと気が遠くなる。お腹が空いたので今日の夜ご飯作っていこうと思います。道の駅クラウドでね、朝たくさんいろいろ買ってきたんですけど、このバンライフしていると道の駅にねいっぱいお世話になりますから、そこのね特産品を買って調理するっていうのも一つバンライフの醍醐味になります。ブロッコリーとあとトマト使ってサラダに使いたいと思います。あとこちら気になったのはカツオのオリーブオイル漬け、なんかカツオがやはり高知県は名物らしいので、あとはですねパスタ積んであったので、こちらでパスタにもしていこうと思います。パスタね、ちょっと長さが入らないので、こういう時はもう半分に折ります。
飛び散りました。食べてもね、意外とこれ半分にしても違和感ないんで、4分待ちます。ラーメンのトッピングをしてるみたいな感覚。それで本日のメイン、オリーブオイル漬けカツオを入れていきます。おお、ちょっとこのまま一つ食べてみます。え、うまっ。え、このまま食べたい。いや、これは食欲そそられますわ。やば、うまっ。カツオとパスタめっちゃ合うやん。これは奇跡の配合やね。野菜もね、もうすべて伊野町で採れた、完全にその土地の食材だけで作ってますから。いや、トマトもさっぱりしてうまっ。今まで食べたパスタの中で一番うまいかもしれん。トマトの美味しさが尋常じゃない。久しぶりに、あ、これがトマトの味なんだっていうのを感じられる。いや、今日の晩ご飯は大成功でしょう。最高ですね。いや、最高の車中生活です、これは。これぞ追いガツオ。隣が川でかなりの音がするんですけど、窓開けたんで音してますけど、もう閉めるとこの感じ、全く音が聞こえないですね。聞こえなくはないんですけど、断熱加工されている軽キャンピングカーすごいなって今改めて思いました。なんだかんだで電気毛布使ってます。まだバッテリーにも余裕が、寝る前に温める時だけちょっと電気毛布使って、もう今消してから寝ます。明日の冒険に向けて体力を温存したいと思います。おやすみなさい。ちょっと今日はですね、こちら給水タンクがちょっともうほぼないので、給水スポットへ行って水を足していこうと思います。ちょっと、ね、水がなくなった時はね、大体ホテルで足したり、給水スポットで北海道とかでもいろいろね、何箇所か給水スポットもあったんですけど、ちょっと高知にもあるみたいなんで、今日はね、そこで美味しいね、山の水をいただきたいと思います。では行きましょう。もう本当にただの道路沿いにある湧き水なんですけど、Google マップでも水汲み場としか書いてないので、かなりレアなスポットかと思います。完全に山の上にいますね。すげえ。ニコブチの伝統です。昨日はね、ちょっと雨だったんで違った景色を見せてくれるのが、いやちょっとまた天気がいい日のブルーはどんな感じのブルーなのか。でも君の心は今もブルー。ほんまに綺麗すぎる。水の河川水質ランキングみたいのがもう過去10年で8回
1位に輝いてるそうです。めちゃくちゃすごくないですか。いやこれね、過去10年で9回リーディングを獲得した滝豊騎手にもう迫る勢いなんですよ。だからもう実質この仁淀川の水質はもう滝豊級っていう、分かりやすく言うとね、分かりやすいかな、まあ、それぐらいね水質リーディングを取り続けているのがこちらのニコブチン。ちょっと結構体力はいります。階段があるんで。今日も綺麗だったな。自然の作り出す景色最高やな。